どうも、宇宙ヤバイチャンネル、中の人のキャベツです。今回は、過去70年で800個以上の恒星が原因不明の消滅というテーマで動画をお送りしていきたいと思います。以前にも同様のテーマで動画を投稿したことがありますが、個人的に非常に好きなテーマなので、今回は情報をアップデートしたリメイク版として再投稿しています。恒星が突如として消滅。太陽のような恒星という天体は進化の過程で明るさが変化したりしますが、寿命が数百万年から十数兆年もあり、恒星の進化によって明るさが変化するペースというのは非常にゆっくりとしたものであると考えられています。中にはそれ以外の様々な理由によって明るさが短期的に変化する変恒星に分類される恒星も多数存在しますが、恒星自体は安定して存在しており、突如として星そのものが消滅することはありません。また大質量の恒星の場合、寿命が尽きると超新星爆発という大爆発を起こし、短期間で姿を消してしまいますが、数ヶ月にわたってとてつもないエネルギーで輝くため、超新星を起こして消滅した星を見逃す可能性は極めて低いです。このように安定した存在であるはずの恒星が、超新星のようなまばゆい輝きを放たずに突如として消えるなどという現象が起きたら一体どうでしょうか。バニッシング&アピアリングソーシーズ、ピュアリングアセンチュリーオブオブザベーションズ、バスコというプロジェクトでは、恒星がたった100年という宇宙スケールでは一瞬の間で消滅する瞬間を捉え、その原因を解明することを目的としています。バスコは米国海軍天文台が70年前に撮影した最も古い観測記録と、パンスターズと呼ばれるプロジェクトによる最近の観測記録とを比較し、さらに天の川銀河内にある個々の星々の位置や速度などのパラメータを明らかにすることを目的としたガイア計画で得られたデータを用いて再確認も行ったところ、実に800以上の恒星が原因不明の消滅を遂げていたということが明らかになったそうです。それらの多くはまだ消滅したことが確定したわけではなく、今後より詳細な研究が必要となるそうですが、本来安定した存在であるはずの恒星という天体が、超新星の痕跡もなく突如消滅していたとしたら、それは本当に興味深い現象です。星消滅の原因とは？では、このような恒星の消滅現象の原因は、現時点でどのように解釈されているのでしょうか？先述の通り、恒星というのは安定していて、ゆっくりと進化していくため、通常の進化の過程で恒星が70年以内というとても短期間で見えなくなったとは考えにくいです。また、超新星で消し飛んだ痕跡も見られず、その可能性も低いそうです。さらに、過去の画像に映っていた天体が、白色矮星という天体と恒星との連星系で起こる新星と呼ばれる突発的な爆発現象であった可能性も低いというふうにされています。この場合、新星を起こした連星系にあるうち、より明るい方の恒星が現在の観測技術であれば観測できるはずであるにもかかわらず、実際は最新の観測データにはこちらの恒星の姿すらも映っていないためです。現実的に恒星消滅の原因として可能性が残っている現象には、元の光源がガンマ線バーストや高速電波バーストだったという説が挙げられています。ガンマ線バーストや高速電波バーストは、突発的に極めて強いエネルギーを放った後にたった数分で暗くなってしまい、高性能の望遠鏡を使ってもその場所に何も映らなくなってしまうようです。また元の光源が本物の恒星であり、それが70年以内で本当に消滅してしまっていた場合、それを説明する現象として失敗した超新星というものが挙げられています。
太陽の8から30倍程度の質量を持つ恒星が寿命を迎えると、星の核が自身の重力で圧縮されて中性子星となり、太陽の30倍以上の質量を持つ恒星の場合だと、その中性子星すら圧縮され、ブラックホールとなります。これらの場合、どちらも非常に明るい超新星爆発を伴うため、星が消滅したことを見逃す可能性は低いとされています。ですが、諸説ありますが、太陽の20から25倍程度の質量を持つ恒星が寿命を迎えた場合、超新星爆発を伴わず、直接ブラックホールに崩壊する可能性が示されています。これが失敗した超新星と呼ばれる現象です。失敗した超新星の場合、確かに星がひっそりと消滅する現象を説明することができますが、このような現象が起こるのは、天の川銀河内全体でも300年に一度と極めて確率が低く、バスコの短いプロジェクト期間で、いくつもの失敗した超新星と遭遇できる可能性は極めて低いため、消滅した光源をすべてこの現象だけで説明するのにも無理があるそうです。結局、未知の自然現象だけでは、突如恒星が消滅する謎を完全に解明しきることができていないという現状となります。地球外文明の仕業かもしれない。未知の自然現象による説明ができない場合、地球外文明が原因の候補として挙がる場合が少なくありませんが、この恒星消滅事件についてもその可能性が示唆されています。地球の文明とは比較にならないほど高度に発展した文明では、文明が属する惑星内のエネルギーだけでは飽き足らず、惑星が公転する恒星のエネルギー自体を有効活用するため、大損球を構築する可能性があります。大損球とは、恒星全体を覆うほど巨大な構造物であり、恒星が全方向に放ったエネルギーを効率よく回収し、文明の営みに利用しているというふうに考えられています。仮に大損球が実在する場合、恒星消滅の原因がそのような巨大構造に覆われたためであるというふうに説明することができます。地球外文明による可能性は否定されていないとは言っても、そもそも地球外の原始的な微生物すら一度も確認されたことがない現状で、このような SF チックなアイデアに頼るのはまさに最終手段となります。そのため、今後も自然現象による説明が試みられるのは間違いありません。実際の原因がどのようなものであっても、このように非常に興味深い現象の真相が明らかになるのはとても楽しみですね。はい、ということで今回の動画は以上になります。この宇宙ヤバイチャンネルでは、こういった宇宙系の動画を普段から投稿しているので、ぜひ宇宙に興味がある方はチャンネル登録をお願いします。それでは中の人のキャベツでした。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。サブチャンネルの科学ヤバイチャンネルでは、アニメーションを用いて宇宙に限らず広い科学分野の動画を投稿しています。こちらも合わせてご覧ください。